ナマンダブツ、ナマンダブツ、仏行しきりをなきゆえに何時好物と名付けたり、諸仏は往生を感じつつ弥陀の功徳を称せしむ。ナマンダブツ、ナマンダブツ。本日はこの三阿弥陀仏画和三十三種目、これ、関東さんから数えたら十三種目ね、それを含めなければ十一種目の五和三になりますが、この五和三についてお話をさせていただこうと思います。で、これまでどんなふうにしてきましたかといいますと、この黒田覚仁先生の五本の現代語訳と五尺のとこだけ読ませてもろて、それからあと五作がどうなってるかとか、三阿弥陀仏画オリジナルはどうなってるのかというようなことをお話をして、自分のお話をさせてもろて、それで閉じるというようなことをしてまいりましたけれども、今日はちょっと特別に、まあこれはなんていうかな、まあちょっとお許しをいただいて、著作権とかそんなことあるかもしれませんけれども、お許しいただいてですね、ちょっと今日は講義のところですね、講読のところも全部読ませていただきたいなと思いますね。そうですね、今日はちょっとそんなふうにさせていただこうと思います。まず、まあ一回御三代で拝読しましたけれども、もう一回御和さんの本文を読ませていただいて、それからお話、現代語訳五尺というふうに進めていきましょう。仏行しきりをなきゆえに何時好物と名付けたり、諸仏は往生を嘆じつつ弥陀の功徳を称せしむ。現代語訳です。阿弥陀如来の光明はただ仏でなければ十分知り尽くすことができないほど広大で、我々迷いの衆生に知り尽くすことができないので何時好物と名付けられた。十方諸仏は衆生の往生を素晴らしいことと褒めながら、衆生を往生させる弥陀の功徳を称賛される、ね。この筒のところね、諸仏は往生を嘆じつつね、弥陀の名号を唱えつつ信仰まことにうる人はっていうところ、つついうところですね。ここを十方諸仏は衆生の往生の素晴らしいことを褒めながら、衆生を往生させる弥陀の功徳を称賛されるって言ってね、こういうふうに、このつつのところを翻訳されています。で、次に五尺です。しきりをなきで、これ測ることができないという意味です。で、しきりょうとは、人線、深線、深い浅いで、公共広い狭いで、これはね軽量油と書いてあるんですけど、これ多分五色ですね、強重軽重ですね、軽い重いということでしょう。そして多少などを測ることね、こう物事を測るということが識量ということで、その識量ということはないということが、これ、こう測ることができないという意味だよということです。ちょっと眩しいですねまあまあ、そういうこと、これ如来の光明の話をしているわけだから、朝日学校やから、如来の光明とこう言う人はまた違うのかもしれませんが、しかしやっぱり、この光明を背にしてお話をさせていただくのもありがたいことなのかもしれません。次に何時です。思い測ることができないこと、何時という語に二つの意味がある。一つは、如来の悟っておられる真理そのものは衆生に思い測ることができないという意味で、二つは、阿弥陀如来は罪悪尽重の最下の凡夫を本願を信ずる一つで最高の浄土に往生させることを言う。今は後の方の意味であると、ね、つまり、こう2つ意味両方あると思いますね。1つに限ったことではない。いや、最初の如来の悟っておられる真理そのものは衆生に思い測ることができないというところも、これやっぱ確かにありますし、
だけどやっぱりここの意味では本当の深いところでは、阿弥陀如来は罪悪尽重の最下の凡夫を本願を信ずる一つで最高の浄土に往生させることを言う、その二つあるうちの二番目の方の意味が重いということでしょうね。で、3番 難事項、光明の働き、清浄光、寛義光、智慧光、不断光の4つは、衆生に信心を得させる働き、それに対して難事項は衆生に往生を得させてくださる働きであると。清浄寛義智慧光、そして不断光は信心を得させる、そして難事項は衆生に往生を得させてくださる働きを言うと。そんなふうにおっしゃってくださってます。まあ、そういう局面というか、これもまたやっぱり包丁でスパッと切って右と左に真っ二つっていうことではなくて、そういう局面が、そういう局面から見ることができる、そういうところに、ところからこの如来さんの光明をこういただくことができる、難事項という時にはそういった局面からいただくのがありがたい、ということをおっしゃってるんやと思います。真っ二つに切れるものではないと思います。で、次、講読を読ませていただきましょう。初めてこのね、YouTube で講読のところも読ませていただきます。この一種は次の人工の理想を説かざれば、無生光仏と名付けたり、因光成仏の光をば、諸仏の誕ずるところなりと、ある一種と、この二つで、二種で、阿弥陀仏の光明は、不可思議の光明であると算段されます。ね、逆に言うと、この清浄寛義智慧不断光の方は、これ無碍光仏のところの局面がで、こう算段されていたということでしょう。ね、まあ、そういうけど、この2種はですね、この難事光仏と無生光仏のところは、これは阿弥陀仏の光明は不可思議の光明であるというところを算段されたものであるということです。で、この不可思議ということであったり、難事義ということであるけれども、これは仏教が中国に伝えられた時、悟りの知恵や仏力の優れていることを表現するために新しく作られた言葉が不可思議や不思議やであり難事義であります。 つまりこういう、熟語はなかったんだけれども、こういう用語は、熟語、こう四字熟語と言いますとかね、不可思議四字熟語ですね。私、四字熟語を使っとったら、ミスター四字熟語を言ってあだ名つけられた時がありましたけれども、この不可思議という四字熟語は仏典を翻訳するときに作られた四字熟語で、不可思議であったり難事義は、もうまた同じように、この仏典を翻訳するときに仏さんの知恵や仏力の優れていることを表現するときに、段になって新しく作られた、こう熟語であるということですね。漢字なんかでもね、ちょっと話飛びますけど、例えば悪魔の魔の字なんかでもね、あれがやっぱ仏典を翻訳するために新たに作られた漢字ですね。ああいう漢字も、仏典を翻訳するために新たに作られた漢字があり、そして、不可思議や不思議、難事義というのは、これは仏典を翻訳するときに新たに作られた熟語であるということなんですね。初めて知りました。ね、ですから、これらの言葉は、共に如来の徳は心で思うことも口で議論し説くこともできないほど優れたものであることを示しています。 そこで今の一種は心に思いはかることもできない難事項であることを算段され、次の一種では口で小説し 口で説いてですね、口で表現し解き表すこともできない無生光の徳を算段されます。仏光色量なきゆえに難事光仏と名付けたりとは、大教の、如来の知恵界は人工にして外体なし、二乗の測るところにあらず、ただ
仏のみ一人明らかに悟りたまえり、注釈版のページで出た47ページのところによって、ここの前半のところですね、和さんの前半のところを仏行しきりをなきゆえに汝行仏と名付けたりという、1行目2行目は今申し上げました47ページのところによっておいでになるのよって算段されたものであると。 で、如来の知恵の光明界は、光明の海は、底なしに深く、広さ果てしないゆ、果てしないゆえ、私たちの心も言葉も耐え果てた汝行仏と仰がれるのです。三段はそのまま帰依の現れでしょう。ね、ここもね、しゃべりたかったんです。ね、三段はそのまま帰依の現れでしょう。奇妙の心が三段となって現れたものでしょう。ね、私たちはともすると人間の知恵を尺度にして如来を捉えようとします。けれども、それは知らず知らずのうちに如来よりも人間の知恵の方を確かな拠り所としていることになります。人間の知恵の尺度で測られたものは真実の帰依性ではない、ね、真実の帰依する、それが拠り所となる場所ではない、拠り所になるものではない。真実の帰依性は人間相対の尺度ではで測られないと身に染みて分からせていただいて、初めて絶対無限の知恵を仰いでいただくことが、仰がせていただくことができるのです。すいません、仰がせていただくことができるのです。汝行仏と称えられるのはこのような心を表されているのでしょう。諸仏は往生を嘆じつつ弥陀の功徳を称せしむとは、十方の諸仏方が衆生の浄土往生を算段して、これもひとえに阿弥陀如来の汝行の功徳によるものと称賛したもと映じられています。ここは大教の往生者は諸々の菩薩、声聞、大衆のために共に端与して、その功徳を称せられん。これちょっと周囲の文章ですね。原文通りではありません。これはね、注釈版30ページの、今まさに今この辺の12項のところが、注釈版で言ったら30ページの12項のところですから、基本30ページなんですけど、30ページにある文言を少しこう注意されて黒田先生は引いておられます。で、とりあえずその大教の原文の30ページのところを見るとですね、和さんとはちょっとやっぱり、和さんはちょっとそれを変化させて変えておいでになります。それについて黒田先生は、しかし大教では浄土の大衆が今往生した人の功徳を、褒められることになっているのに対して、この和算ではすでに往生を遂げている人々も、今往生した人もともどもに弥陀の汝行の功徳によって往生したものであしたのであると、弥陀の功徳を算段されるものと思われますってね、そういうふうにしてすべて、弥陀の功徳を算段するという形に、ちょっと原文をの意をちょっと変えられて、この御和算を作って、おいでになるということです。こういったことがありますんで、今日はね、全部読ませていただきました。ありがたいなと思いながら、読ませていただいたんですけど、それがいいことなのかどうかはちょっと良くないのかもしれませんね。そうね。さて、こう型通りに、これからまた型通りに、ですね、
御作運を確認してまいります。御作運ですね、式量のところですけれども、これは国宝本、検地所写本ともに、はかりの返し、はかるに際なしということが、これ両方出てまいります。でそれからですね、式は計らいの際なきを言う、量は、数を知る、で検地所写本は式量なきまで、入れてはるんでしょうね。量は数を知らぬを言うなりっていうふうに書いてありますね。で、これなんていうかね、自分たちが、私たちが、こう如来の功徳を測ろうって自分たちの頭で計測しようというふうな、そんなもんじゃないよっていうふうに、パッと見たら見ちゃうんだけど、だからその何時という言葉の第一番目のところでですね、人間には測れないもんなんだ、人間には仏さんの知恵なんて分かるわけないんだっていうところで見てしまいたくなるんだけれども、その測るということをですね、これ私たちが測って仏さんの仏を徳を測るということでなくて、そういう妄想に近いものではなくて、仏さんの功徳ということの仏さんの計らいですね。計らいのない、例えば麦を持って義とすって言ってね、自然本位のところに出てきますけど、あの計らいがないのが根本の法義であるというのは麦の義って、でその計らいがないっていうのが、これは私たちの計らいがないのが根本の法義、つまり計らうのは俺だよっていうふうにこれ思いがちですね。だけどようよう見てみたら如来の恩計らいいうのが出てきてますよね。如来の恩計らいというところで見るのか、そうじゃなくて自分たちの計らいで見るのかということでもって、仏光式量なきゆえにっていうところね、仏光というのは私たちがどれだけ測っても測っても測ることができないというふうに考えることも、それはできんことはないやろうけど、そういうことで仏さんがお計らい、ね、仏さんのお計らいには私たちのこう限界を超えてる私たちの思い測ることができない、私たちのあるものを救うっていう、みんなを信心を得させて、そしてお念仏を唱えさせて、こう一切衆生を救っていくっていう仏さんの働きっていうのは、これ果てしないもので、その働きしない、ご苦労果てしないご思案があるんですよっていうふうに、そんなふうに捉えられるでしょう。でだから、この計らいは、計らいの際なきを言うっていうのは、そういうことなんでしょうね。で、量は数を知らぬを言うってね、だからその数知れない、衆生を、一切衆生を、過去未来現在の一切の衆生を皆救い取っていくという、その計らいの際なきを言うっていうことなんやなとね、黒田先生のご指南聞かせてもらって、ああそうだったなというふうに思わせていただくと、なんてこの式量なきって言葉素敵でありがたいことなんでしょうね。で次、何時行です。これも、国宝本と検地所写本と両方ですけども、すべて心の及ばぬにて何時行と何時行物というなりってね。でここは私たちの思慮に及ばないような仏さんですよっていうことですね。そして、単じつつ、諸仏は往生単じつつの単ずることは褒むるなりいうことでね、その褒むるということを私たちも南無阿弥陀仏唱えることによって、諸仏と同じように、三段させていただく、そういうお手立てまで、三段する仕方まで仏さんの方から用意してくださって、諸仏と同じく三段させていただくという、そういう、ね、ことまでさせていただくということが、まあこれはここには出てませんけれども、そういったことですね。で「小世しむ」、弥陀の功徳を「小世しむ」っていうところの「小」いう字は、これはですね、「はかりの返し」、「読むの返し」、「唱うの返し」ということですね。で「はかり」いうのは結局、こうちょうど釣り合ってるね、こうその人の徳と、その三段がちょうど釣り合っているということですね。
ぴったり釣り合ってる、きちんと称賛されてる、きちんと算段されている、寸分の狂いもなく、算段されているっていうことが、これが弥陀の功徳を称せしむということになるかなと思います。それからですね、さあ、阿弥陀仏偈そのものではどうなっているのかなということですけれども、これは書き下しを読ませていただきますと、その光、仏を除きてよく測るものなし、故に仏をまた何時光と名付け奉る。十方諸仏往生を嘆じ、その功徳を称し賜り、故に慶修し奉るというね、こういうような形で、三阿弥陀仏偈そのものはこういうふうな形になっております。ね、そうですね、これまた貼っておきますんで、Facebook と、それから YouTube の概要のところに貼っておきますので、この三阿弥陀仏偈の方も合わせて、作文の方も合わせてご覧いただけたらと思います。今日は大変ありがたい、お話で、ね、講説のところまで読ませていただきました。終わります。